裏じまいとは、日本の海難事故に際して行われる伝統的な儀式や事後処理の慣習裏じまいとも記す。由来は、江戸時代、海戦が海岸にあった場合の処置である。室町時代後期に設定された海事法、海戦式目に橋を発する。その後、豊臣秀吉によって慣習法をまとめた海路諸法により海難処理の詳細が制定され、 江戸幕府においても、監修法として生き残ることとなる。海南に際しての宗教的儀式にとどまらず、現場検証や保証、役人の証文交付など一連の必要な手続きを、くるめて裏じまいと呼ばれた。神戸市内の神社の石碑などにこの裏じまいについての言及がある。現在でも、沿岸の地域にこの風習が残る。南線の知らせが来ると、海鮮丼屋の行事、 にぬしの総代が、改め人としてその裏方に出張し、海難の程度を検査する。これを、ほかと呼び、このため改め人は、裏改め人と呼んだ。裏会とは、裏役人がフルインした、残荷物、用荷物を差しゅうして、裏役人の練習した裏消盟を受け取り、十家の臨時処分、積み荷の再輸送、裏入費の支払いなど、一切の処理を行った。裏消盟は、 通行の裏口で、当地の大官、邸大、昭屋などの立ち会いの上、南線の残存に持つ、船具などを証明したもの。江戸幕府は、船員がしばしば裏裏の者のと共謀して、ンパのために投げにをしたと偽って、貨物を盗むのを防ぐために、官営13年8月、南線取締令を発布。裏裏に掲示し、南線を立証するにはこの証文を必要とするとした。 すべてこれによって先導、荷主の責任、損害の負担が定められた。ありがとうございます。